藤浪、ピシャリ。メッツ参加 3A シラキュースの藤浪晋太郎投手、30、が、2回無安打無失点で今季3ホールド目をマークした。2回を無安打無失点、2四死球、1三振で、今季 3A で3ホールド目、3試合連続の無失点で、防御率は 7.17 となった。これはメジャーいけるな、ついに覚醒したわ。こんなの俺たちの藤浪じゃない。大谷のライバルとして復活してほしいよな。球団は2軍や3軍で活躍する選手が欲しいわけじゃないからな。パルプンテの乱数いじっただろこれ。ソフバンがアップを始めました。ついにストライク入るようになったのか。調子悪いな、このままだとメジャーに落とされるぞ。去年も今時期は調子良かったような。でも阪神にいた時はよりは充実してそう。日本に戻らずマイナーで頑張ってる姿はけなげ。どうしても支給は出すスタイル。5億もらってるのに 3A で抑えただけで褒められる男。お、2回無失点ってようやく覚醒かと思いきや、やっぱり四死球がつきものなのは変わってないな。今の感じだと1イニング限定で全力全開が正しい藤浪の使用法かな。藤浪ガチャはやめられない。すごいな、最近完璧じゃないか。防御率もなんだかんだで良くなってるし、来年もどっかからお声がかかるだろう。ご視聴ありがとうございました。